さあ、有吉弘行サンデーナイトドリーマーでございます。私が有吉弘行でございます。こんばんは。今日平子休みでございまして、アシスタントはね、鈴木みゆきと、はい、マシンガンズに勝利です。ガーンっていう声が聞こえますけど。いや、聞こえない。聞こえないですよ。待ってました。イエーイっていう声もありがとうございます。代役はマシンガンズに勝利さんでーす。イエーイまあいいですよ。ありがとうございます。今、西寄りと鈴木でやってまいります。はい、はい、お願いします。まあ先週お伝えした通り、今日からね、鈴木みゆきさんはですね、ストロングゼロ飲みながら飲んでますよ横でカランコロンさせながら酒飲んでるよ。美味しいですね。9%、うん、だいぶ気分が違うだろ。はい、もう急いで酔いたい。もっとなんでだよ。大急ぎで酔いたいですよ。急いで酔ってな。ちょっといろいろ聞きたいこともいや、あんまりスリーサイズとか聞いちゃおうかな。いや、いいいいでどうすんだよ。すぐ言えるしな、別に酒なくてもそんぐらいまあメール来ております。ラジオネーム、はい、ダベミ。有吉さん、平子さん、鈴木さん、こんばんは。あ、すいません、ここ西尾さん。まあこれからのよろしくお願いします。有吉さん、平子さん、鈴木さん、こんばんは。きっとこのメッセージが読まれている頃には、私は某所の病院に入ってるでしょう。実は市場で申し訳ないんですが、とある事情で手術することになりました、うん、この時期に手術をやってくれるお医者さんには感謝しかありません。その手術ではお腹の下の方を切ることになっています。事前の話では手術多いな。こっかね。なんだよ。恐ろしい。何感触起こしてるんですか。すごいよ。ちょっと書いてたから読んでくだった。怖かった。今急にうわ、感触すごいな。感触っていうあーって、はい、悪い。手術お願いします。手術前に、お腹の下の方を切ることになっており、事前の話では手術前に堤毛、つまり下の毛を剃ると聞いていた私は、子供の頃以来約15年ぶりにパイパンになってしまうという事実、震えていました。汚れを知らない子供の頃に間違えて毛を全部剃ってしまって以来のパイパン、ところがいざ病院に来た途端、堤毛はしなくていいと言われてしまいました。そうです、せっかくのパイパンチャンス逃してしまったのです。この悲しみどうすればいいか分かりません。有吉さん、慰めてください。まあ、はっきり言ってね、手術っていうのはどれぐらいの、まあ、大変な手術かどうかわからないけども、うん、まあ、手術はお医者さんに任すときゃいいよ。ね、でもその後、術後のことね、術後の生活。まあ、病は気からって言うけども、治していくのは、まあ、気持ちからだし、まあ、生活改めて体の体調を整えていくっていうことが大事だぞ。なよしじゃないんだよ。それでですね。それでです。いや、はぁみたいになってたって。終わりは分かりやすかったですけど。いや、パイパンなんてすりゃいいじゃん。確かに。うん。別に。多いですよね。今はもう普通よ。うん。うん。うん。なんかま、こんなこともなかなか聞けないけど、テレビの中じゃね、あれ聞けないかもしれないけど、普通のところで聞いてたらみんななんかパイパンだっていう。パイパン、うん、どうすすか。私も一回したことありますよ、パイパン。関谷さんっていう関谷におすすめされて、パイパンにしたんですけど、その生えちょっと生えるじゃないですか、またその時がすっごいチクチクしちゃって、そうなんだよ。そうなんですよ。それでちょっとやめちゃいましたけど。そうか。でもツルツルの時はやっぱ気分がいいですね。だからそれは剃ってるからだろ。剃ってる。でもなんかでもみんな言ってるじゃん、最近はほらエステの VIO 脱毛っていう。永久脱毛しちゃえばいいんだ。この大久保さんもこの前は言ったわよっつって、なんで自分から言うのか。最近ちょっと VIO 行ったのよっつって、気持ちいいやっぱり、気持ちいい。やっぱなんかない方がなんかこう、俺もだからほら、大脱毛ね。はい。大脱毛したらちょっと女性だと大変だけど、VIO の、なんとかのことじゃなくて、M 脱毛とかそういうことじゃなくて、A 脱毛だよね。アナル脱毛。いや、言っちゃってるもん。O っていうのは、まあ、形から O、はい、V は V ゾーン。V ゾーン。I は I ゾーン。I ゾーン。O は O。O ゾーン。後ろの O。その、はいはい、頭文字の O じゃないからな。だから、その、はいはい、愛は O じゃないのっていうやついるけど、そうじゃなくて。なくて、はいはい。どうぞ進めてください。O 脱毛、アナル脱毛、
門芸を、あの、ひちぎったらひちぎってはないよ。あの、アナルの。ちょっともう話入ってこないですね。オーダーのもんだろう、ええなの。さあこんばんは、オートブルの真珠広島型怪談時軍人ロクサー有吉弘行でございます。東京半蔵門から生放送サンデーナイトドリームアシスタント、こちらお二人、マシンガンズ西尾亮です。はい、納言の鈴木美幸です。これなんか知んないけど、ここのあれ珍しい、この Q シート、こんばんは高田プロの真珠って書いてある。おお、書いてますね、高田プロ、うん、高田新さん独立したの。俺高田新の事務所入っちゃったのかなと思っちゃって。気づくでしょ、だったら。いやうちのほら太田プロの会長がちょっと前だけど亡くなっちゃってさ、はい、だから変わったのかなと思っちゃった。だから会長死んで高田新さんにならないでしょ。しかも高田プロになってるし、本当にどこに乗っ取られてるんですか。別にいいだろう。だから今のだから副社長だよ、はい、だから女の社長、うん、女、まあ、怖い女社、はい、副社長と会長が仕切ってたわけだけども、はい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 、だから副社長の旦那が高田新さんになったのかなと思ったんだよ。いや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 、おかしいなって一回思うでしょ。有吉さんでネットでは今夜も最後までお付き合いください。さあ東京半蔵門から生放送、有吉のキサンデーナイトドリーマーでございます。はい、アシスタントマシンガンズに勝利と納言の鈴木美幸です。はい、生放送メッセージください。今日6月14日は手羽先の日だそうでございます。世界の山ちゃんの創業の日なんだって。はい、ということでテーマこちら、手の話。手爪、肌、腱鞘炎、バネ指、ささくれ、ネイル、ハンドクリーム、消毒、手洗い、ハンドソープ、手こき、うん、手にまつわることならどんなことでも OK でございます。はい、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください、うん、ネットで有吉 JFN と検索すれば大体一番上に出てきます。いいね、グラス掲げながら飲んでそれがおかしかった。いいだろ、楽しい、幸せだ、幸せだろ、はい、俺も毎週そうしたいぐらい。でも俺もう屋敷高順じゃないけどあれは高人のバーっていうバーってから何飲んでんだよ。これまあしょうがないな、うん、まあ鈴木は緊張するっていうからさ、まあはい、リラックスできるんだったらそっちの方がやっぱりベスト、うん、ベストプレーができる方がいいから、はい、ベストプレープレーをやっぱ今ちょっといい、今ちょっと気分良くなってきましたね。ロング缶飲んでますから。ロング缶飲んでます。どれぐらい飲んだら安定する？安定する。何安定する。でもストロングゼロは多分2本ぐらいで気持ちよくはなってきますね。でももう今日はあとは2杯目はイチコでやってくれるね。2杯目イチコで割っちゃう。ねえ、イチコ何で割るの？緑茶で割っちゃうの？緑茶で割っちゃいますね。いいね。ご機嫌だったらロックでももう飲んじゃうから。ああ、いいね。そうなんで全面的に支持するんですか？いいね、いいね。気持ちいい。別に悪いことがないよ。悪いことじゃないけど。もう俺とかすすきはもうあのイタリア人とかみたいなもんだから、フランス人とかイタリア人みたいなもんだから、別に酒がそんな。酒別にその酔うために飲んでんじゃないから。その雰囲気を楽しむために飲んでるだけ。いやいや、はい、そうですね。あ、そう。いや、有吉さんを見ながら飲む酒も最高ですね。そうだろ、はい、北の飲み方と南の飲み方あるってな。北の方はもうやっぱ寒い国は、うん、あのカーッとウォッカとかグーッと飲んで、うん、体温めるための飲み方で、うん、南の方は食事と合わせて飲むっていうな、うんうん、うん、俺とすすきはちょ中間ぐらいだな。ちょうど中間です。あ、うん、ちょうどです、うん、中間飯も食うし加藤良一酔いてんし飲みたいんです。飯も食いてんし酔いたいし、どっちかの方がいいっすね。多分それどっちかの方がまだいいけど、だからね、そういうもんかね、うん、まあ、手にまつわる話、うん、はい、いや全然話変わるけど、西織って結婚して何年？
もう10年ぐらい経ちますね。もう10年か、はいはい、どう奥さんのことを。愛してます。愛してる、はい、そうだ。浮気もしないもんな。いいえ、しないですよ。そうだよな、たまにはちょっと浮気したいなみたいな気持ちある？いや、ないです。ないだろう、はい。奥さんのことめちゃめちゃ愛してるもんな。めちゃめちゃ愛してます、ね。まあ、芸人って大体そうなんだよな、実はな。はい、あ、愛してますな、はい。芸人ってなんか遊ぶっていうイメージあるけどさ、はい、ほんと真面目なやつばっかりだよね。はい、あ、みんな真面目ですよね、うん。奥さん以外なんか抱いたりしようと思わないだろう、そういう性行為に至ったりとか。考えたこともないですね。ないよな、はい、みんなそう言うんだよ、はい、芸人ってな。不思議なもんでな。なんかもっと遊んでたりしそうなもんだけどね。そうですね。聞かないだろ、すすきも周りで。周りで聞かないですね。そんな、そういう奥さん以外の人がいたりとかいう話、はい、平子さんも愛してる。平子も奥さん大好きだからな。うん、土田さんなんかもう奥さん好きで有名で、うん、そうですね、奥さん好きですね。西寄りもそうだしな。はあ、不思議だな。なんか昔はあの随分古い言い方だけどさ、あの、まあ、歌舞伎なんかもそうだけどさ、うん、芸の肥やしだなんつってな、うん、女遊びは芸の肥やしだなんていう話があったけどさ、うん、飲む打つ買うなんて言ってたけどさ、うん、今いないね、本当にいないんじゃない。芸能界全体で言うと、まあない話じゃないけどね、まあ、片岡仁左衛門さんとか、まあ、歌舞伎界が多いんじゃない、やっぱり。仁左衛門、片岡仁左衛門さんな、はい、ちょっとごめんなさい、のあんまり詳しくは分かんないんですけど、片岡仁左衛門さんと鈴木杏樹さんのなあ、まあったけど、芸人で俺不倫したっていう人聞いたことないよね。聞いたことないないなあ。あの人もあった、役者さんもあの人あったよな、だから渡辺謙さん、うん、渡辺謙さんもちょっとな、うん、不倫しちゃってありましたね、かわいそうになあ、宮崎加穂さん、あんな奥さんいるのにとか思ったけどな、うん、あとはだから最近で言うと東出くんとあんちゃん、ね、あんちゃんはだからかわいそうだ、父さんもそうだし、うん、旦那もそうだったっていうのは、ちょっと男性不信になってもしょうがないかなっていうのを感じるけど、芸人って本当いないよね。遡ってもいる？聞いたことないんで、俺の周りでは。はあ、うん、いる？鈴木周りで若手芸人とかはまだ、まあ、結婚してないか、周りがそんなに。周りそうですね、まあ、彼女いて浮気とかちょっとあったりしますけど、まあ、彼女がいて浮気ってのはまあ日遊びっていうか不倫ではないからね。そうですね、結婚してないから。不倫の誰、噂聞かない、そういう人いるとか。俺全然知らないのよ、疎いのかな俺が。僕も全くテレビとか見ないので。片岡仁左衛門さんが一番何回出てくったよ。いや、歌舞伎の人たちはほら、中村獅童さんもそうだったじゃない。ちょっと女性関係がね、派手なイメージありますな、うん、はいはい、それこそまあリエンの世界はあれちょっとね、伝統的なところあるじゃない、女性遊びっていうのは、はいはい、言うかな、周りはと。あと先輩たち、あ、ほら渡辺正行さん、そうだ、うん、渡辺正行さんはそうだよ、女遊び激しいっつってな。そうね、そうなの。それでも随分上の世代だ、上の世代ですね。だからいわゆる俺たちの世代って言ってもさ、その変だけど40代だからボキャブラ世代っていうのか、はいはい、ボキャブラ出てたようなメンバーでそういう不倫とかした人いる？宮迫さんか。宮迫さんは知ってたな、だから。宮迫さんぐらいか、うん、いないよな。竹山さんだ、うん、竹山さん。竹山さんも随分前にその、浮気が見つかって、裸の写真、それこそ文集に撮られてさ。だから俺の周りで言うと、じゃあ竹山さんだよ、だから。はい。宮迫さんとか、まあ竹山さん。だから、竹山さんと、俺渡部さんと、よく飯行ってるけど、竹山さんそういう素振り全然見せないからね。本当になんか渡部さんに美味しいご飯屋さん連れてってもらってさ、はいはいはい、ほんで散々竹山さんがお金払わされてさ、はい、いくらすると思ってんだよ、はい、高すぎるだろとか怒ってさ、はい、それなのにさ終わったら、はい、いや、有吉ちょっともう一杯だけ付き合えよってさ、うんうん、飲み行ってさ、なんか女性のいる店とか行くのかなと、全然ないんだよ、うん、ほんでそこからもうゲイの話だと、うん、
いや渡部は帰ったけどさ、お前付き合ってくれて嬉しいよなっつってさ、まあ、男2人でこう飲んでてさ、はい、してだから最近はもうないんじゃない、懲りたんじゃない、竹山さんは浮気っていうことではね。いやメンバーあの、はい、竹山さんなんです、なんか言うじゃんテレビとかで、浮気論って芸人なんて浮気するもんだよなんつってクズ人間ばっかりだからなっつって、この前もなんか、はいはい、2日か3日前ぐらいグッティ見てたらさ、はい、芸人なんてこんなもんなんだよみんな、うん、最低なんだよ、そうですよね、はい、って言ってたからね、はい、いや俺はそうじゃないよなんて突っ込んでたけどね。浮気するやついないんだよ、あのアンジャッシュの小島さんなんかも全然さ。いやちょっと待って、あの人はもともと人付き合いがない人だからさ、人付き知らないのかな、あの人はほら人付き合いがないじゃん、小木くんと遊ぶぐらいだからさ、あとアイドルのコンサート見に行ったりの、はい、奥さんと見に行ったりのすごい好きな人だから、浮気も何もっていう感じだけど、あんま人付き合いがもうそもそもねえだろてめえはっていう感じでさ、はあはあ、浮気するも何もお前人付き合いねえだろてめえこっちまつっていうさ言ってやるんだよいつも、はい、浮気しないのなんつって言ったら、はい、しねえよ、偉そうに言うの当たり前なんだよバカつって、はい、小島さん怒ること多いんだ俺、はい、小島さん怒ることが多いんだ、小島さんなんか浮気して他の人に目移りしたりしないのさ、するわけねえだろバカ野郎、俺奥さん大好きなんだよって言うのよ、はい、怒るのよ、はい、俺言ってやんの、うん、当たり前だよ俺いや何偉そうに言ってんだよ、いやもう正論ですよ、はい、偉そうに言うんじゃねえよ、はい、お気持ちはもちろん、はい、言うんだよね、以上のだろ、はい、そう思いますね。ですけど男が浮気し、例えば結婚しててさ、はい、男がちょっとどっかで遊んできましたなんて見つかったりしたら、いいえ、ショックですよね、それはクズ人間だと、クズ人間だって思います、そりゃそうだよな、はい、ね、もう結婚してたらもうそれは正直風俗とかは全然いいと思うんですけどね、あそこは寛容なんだ、はい、そこはまあもちろんいいんですけど、やっぱ普通の人とは不倫はちょっとしんどいですね、うん、いやだからやっぱり歌舞伎の世界の人と結婚したりするのはちょっとだから心配だったらやめた方がいい、あ歌舞伎の人は良くないですね、だから結婚するの絶対俺はお笑い芸人がいいと思うよ、お笑い芸人は真面目だからね、絶対おすすめ、うん、俺お笑い芸人は真面目ですよね、うん、ジモンさんとかどうだお前、ジモンさんいいぜお前、ちょっと年上だけどちょっと口うるさいところはあるけどさそうですよね、美味しい店いっぱい知ってるからね、ジモンさん、あジモンさんすげえ予約の取れない店とかめちゃめちゃ知ってるから、あの芸能界のグルメ王と呼ばれてんだからジモンさん、そうですね、嫌だよすごい、えいやいやすれ違ってる、はい、いやなんかいやすれ違ってます、すれ違ってます、すれ違ってますし、すごく近いとこはお通りになられてるんですよ、なんで貧乏みたいに人のこと何よ、いやいやいや、なんかムズムズしちゃってごめんなさい、はい、いやだからちょっとこれまたあれだな、竹山さんと飯食いに行って、竹山さんと渡部さんと飯食いに行ってそういう話をちょっとしないとダメだ な、みんな気をつけようななんつって、まあ俺は独身だからいいけどさ、あんまりしない方がいいかもしれないですね、なんでいやいやごめんなさい、竹山さん傷つくか、昔のこと掘り出すんじゃねえよ、そっちじゃないですね、違うですね、そっちじゃないですね、はい、でもなんか渡辺謙さんのやつはなんかレポーターの人たちもな、なんかちょっと女性レポーターの人たちうっとりしちゃったなんつってな、はい、かっこよかった、まあかっこいい人ですもんね、だから渡辺謙さんみたいな人になる、なれるといいな、だから不倫した時もな、うん、そうですね、いやそれもちろん好感もちろんそのあった方がいいです、片岡仁左衛門さんだから結局さ、仁左衛門さんそろそろ勘弁してあげた方がどんだけ出すんですか、仁左衛門さんもう3回登場してますし、はい、あそう、はい、まあだから、うん、まあ西織はじゃあ何もないならそれでいいよ、はい、なんか、はい、なんかの間違いでほろっと心が動かす、うん、されるようなことがあるかもしれないけど、その時はグッと、はい、分かる、どうやって我慢するか、いや具体的には、はい、金玉潰すんだよ金玉潰す、その痛みでな、浮気なんてやめようと思うわけだ、それぐらいのことだよいや金玉潰しは、はい、うんうん、そのぐらいってことですね、で我慢して芸能界のグルメ王のジモンさんにさ、美味しい店連れてってもらえなはい、グルメ王、はい、はい、グルメ王ジモンさん、はい、なん、はい、で続きまだ飲んでいいからな、いいですね、ということで一旦ブレイクします、Night Dreamer Live on air
調べてたらさ、はい、片岡仁左衛門さんでないみたいな思ったより大きなことですよ、その間違い思ったら俺も分かんなくてごめんなさい、そういうイメージあるからな、はいはい、中村獅童さんはそうだよな、でもな、まああの派手な方というイメージ、はいはい、中村獅童さんだってそういうか離婚してるもんな、ね、あそうか理由か、ね、うん、鈴木杏樹さんの相手はなんか北村なんとかさんだよな、ね、片岡仁左衛門さんは違うんじゃない、そうですね、片岡仁左衛門さんは人間国宝に近いんじゃないか、えらいとこ言ってましたねえらい間違いですね、これは、うん、いやでもねこれいろいろメール来てます、はい、ラジオのすぎすぎ FM 栃木、有吉さん芸人で唯一浮気した人見つけましたよ、まあ唯一じゃないけどね、まあ珍しい、うん、大鶴ギタンですいや芸人じゃねえからゴリゴリ役者だから、まあ、作家だしねギターンさんほら役者さんでしょ、だからそうですよね、役者さん、まーちゃんごめんねってそのフレーズがね、うん、やっぱりラジオの黒羊 FM 群馬、みゆきちゃん、はい、最近はオンライン飲み会流行ってますよと、みゆきちゃんストロングゼロ飲んでいるということで、うん、僕もね安酒ですけど、あの酒とセブンスターのメンソール12ミリ用意しました、はい、それでは乾杯ということ、あ、はい、乾杯です。いいかな、乾杯です。カンパチ太郎。FM 岡山。僕は爪を噛む癖があるので、僕の爪は深爪になってます。はあ、たまに噛みすぎで血が出ます。たまに傷です。わ、うん、かる。俺もよく爪の端っこを噛んでやる。すぐ手乾燥するの、今最近特にアルコールのやつでさ。あ、除菌の。どうしてるしてる手洗ってるにしよう、お前手洗ってなさそうじゃん、どんなイメージですか、ものすごい洗ってますよ手、本当、はい、怖いですもん、指紋指紋消すためじゃないだろ、指紋消すために何も盗んでねえわ俺どこ入ったと思ってるんですか指紋消すってカシスマルマル F 長野、僕は人より人差し指と中指の間が広く開きます、なので本気を出したらめちゃめちゃ落ちるフォークボールを投げることができると思い込んでます、ああまあそうじゃないんだよな、手長いからねプロのピッチャーってね、うん、昔ピアノなんか都市伝説みたいな話でな、ありました、ね、ピアノ弾く人はここの水かきの部分切って手広げるってな、うん、可動域広げるためにとか、全く本当かどうかよく分かんない、ありそうな話だけどな、ピアノやってないの、ピアノやってないです、クモンしかやってなかったです、クモンやってるのか羨ましいな、羨ましいですか、結局クモンの全貌が分かんないんで、俺マツコさんにも聞いたんだけど、マツコさんもクモンやってねって言うからさ、あクモンって何やんのあれ、塾だけど、まあ、けどなんかクモン行ってる連中がなんか嬉しそうにさ、うん、紙の束持ってさ、うん、なんと一級なんだよ、一級とかある、よく分かんないけど、あなんかあったな、なんとかなんだよつってさ、ランクがありましたね、もうクモンってその普通の塾よりちょっと安いんですよね、多分、うん、そんであれな、ドリルやってるようなもんか、ドリルやってるようなもんですね、もう先生とかも自宅でできるんで、そうだよな、自分家でやれるから、友達の母ちゃんとかやってたもん、友達の母ちゃんとかやってます、あそうそうそう、そんな別に塾とそんな変わらないですけどね、何やってんだよ、だからクモンって、うん、クモンって何をやっている、うん、え塾ですよ、そんな、え英語とか、はい、数学、はい、うん、はい、行くよって、あそういう感じじゃないです、もう一人一人自分でこうドリルを解いて、うんうんうん、できたら先生のとこ持ってって、うん、採点してもらう、それだけ、それだけですね、あやっぱじゃあドリルなんだ、ドリルです、ドリルです、クモンって、アナルドリル、アナルドリル全然言えてないんだよあれ曲いけよ曲はい、チャイレディーチーキープリティです、
さあ、リオシロイキのサンデーナイトドリーマー、東京半蔵門から生放送でお送りしております。はい、今夜のアシスタントマシンガンズに勝利と納言鈴木みゆきです。あれだってよ、高井さんが調べてくれたらさ、うん、片岡仁左衛門さん不倫してないってよこれはお詫びして訂正して、はい、ちゃんと訂正しておきます、はいはい、不倫したのは中村芝翫さんですちゃんと言っていいで、井田裕子さんの旦那さんの中村芝翫さんな、もともと橋之助さん仁左衛門さんどうやらめちゃめちゃ真面目だっていうどこでどう間違えたんだろうな中村芝翫さんの間違いだ、芝翫さん太田プロなんだろ代わりの人を歌ってじゃあいきます。あなたは間違いないですね、はいはい、中村獅童さんもしてますよね渡辺謙さんもしてますね。してますね。念押し。はい、念押し。すみません。片岡仁左衛門さん申し訳ございませんでした。はい、中村芝翫さんの間違いでございました。すごいよ。はい、行きましょう。ちょっとこちらも酒入ってますんで。入ってないでしょ。すすきだけです。すすきだけですから。はい、この1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます。まずはこのニュースから。藤木直人ベストファーザー賞受賞。なんで？ねえ、素敵なお父さんを表彰、今から行きます。表彰するベストファーザーイエローリボン賞が発表され、芸能部門は3児の父である俳優藤木直人さんが選ばれました。3人もいらっしゃるの？はい。藤木さんは餅つき、よもぎ摘み、虫取り、鎌倉作りなど四季に応じた経験を共有しながら子育てをしているそうで、子供たちと共に過ごす時間や経験を大切にしたいと語る笑顔がベストファーザーの理念にふさわしいと選出されました。なんだこれ、餅つき、よもぎ摘み、虫取り、鎌倉なんて、うん、変な短歌かなと。よもぎ摘みか、うん、そうなんだ、はい、藤木さんね、藤木さんたまになんかおしゃれイズムやってんじゃない、うん、上田さんとかと、はい、あれでたまにエレベーターとかですれ違うとさ、うん、びっくりするぐらいかっこいいな、あの人な。なんかテレビで見てるとさ、まあかっこいいけどさ、はい、ああまあ藤木さんだぐらいだけどさ、実際会うとさ、やっぱかっこいいんだよな。僕も生で見たことあって、うん、めちゃめちゃかっこいいよね。めっちゃかっこいいよな。めっちゃかっこいい。なんかすごい、ね、緊張しちゃうんだよな。うん、かっこよかった。なんか大体だからあれオシャレイズムの収録に行くとさ、うん、上田さんがおいおい機嫌悪く。で、あの森泉ちゃんが「おっ有吉！」って言って、「なんで有吉じゃねえの、有吉さんだろ、有吉さんな！」って言って、それは最後藤木さんこれ「かっこいい」ちょっとびっくり緊張しちゃうのよ藤木さん、こんにちは、こんにちは、かわいい、かわいい、かわいい、緊張するのはかっこよくてなんかな、整ってますよね、整ってる、うん、かっこいい、確かに、うん、だからススキ誰好きなの、あこういう人たち、俳優です、俳優じゃなくてもいいよ、坂井雅人さんです、私坂井雅人さん好きなの、はい、大好きなんですよ、かっこいいな、そうなのか、モノマネしてる、いや多分坂井雅人がモノマネしてる、好きなのか、知ってないか、もう誰なのかはストロングゼロ倍出した、よっちゃん伝わらない何も伝わらない、ああいうタイプの人、なんかちょっと優しそうだけど、ちょっと一癖ありそうな感じがいいのか、そうそうです、そうです、にやけてる顔とかすごい好きなんですよ、なるほどな、はい、じゃああと誰がいいかな、坂井正明さんみたいな、坂井正明さんとかさ、ちょっとにやけてて優しそうだけどなんか一癖ある感じ、あと誰がいる、誰、一癖ありそうな、にや笑顔、にやけ顔だけ、渡部さんとかどう、渡部さんもにやあれじゃない、なんかちょっとにやけてて一癖ありそうじゃない、 ありますよね、 ありますよ、渡部さんだってモテるぜ、はい、モテますし、どう、いや一癖ありますしね、ダメか、ちょっと違う、はい、あんまり、そうですね、ちょっとあんま、あ、そう、口には、まあ、口にはや出したくない、あ、口には出したくない、スネイナイトドリーマーライブオンエア、send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.je/dreamer. Stay
引き続きニュースでございます。続いてはこのニュース、あ、はい、こっちもこっちでニュースありました。例えば鈴木さんがストロングゼロ1本開けました、はい、緑茶配を、はい、いい気候の緑茶割りでいいですね指で混ぜてペロじゃないんだよ幸せになってきました、ね、もう自分、俺を自分を見てるようでなんかな鏡写しのような やり方がやり方そう指で混ぜてだいたい俺と同じ流儀で飲んでるわこの塩っぽい指がいいんだよな、似てる似てる、一番いいつまよく指でやってますね、指で回してちょっと最初のつまみだから指の塩気が塩気がねあれがいいんですよ、幸せだな。これはど、うん、でもどうなんかな、あのすすきこうやって伸ばしてさ、俺ら喋ってさ、うん、どうすすきちゃんみゆきちゃんなんて言ってんのってさ、うん、これ接待を伴う飲食店、いやいやこれでなんか非難されたらたまらんですねお前が手の金取ってねえから金取ってないよね、金取ってないし、はい、これは接待を伴う飲食業じゃないもんな、じゃないです、じゃないです皆さんお仕事中ですからね、はい、お前たまたま飲んでる、うん、たまたま飲んでる、俺らが水を飲むようにすすきは酒を飲んでる、もういいか、じゃあニュース、はい、行きましょう。何グズグズやってんだお前、いやすすきの酒のニュース入れるから続いてはこのニュース、もうそれはやったよ、大阪のフグ料理屋つぼらや閉店へ、つぼらや、創業100年の老舗大阪新世界のフグ料理店ズボラ屋が9月に閉店することが決まりました、うん、新型コロナの感染拡大を受け、新世界と道頓堀の計2店舗が4月8日から休業しており、うん、いずれも再開しないまま、うん、9月15日付で閉店する予定だそうです、うん、1920年に大阪で初めてフグを食べさせる店として開業、フグ提灯高さ約3メートルが吊り下げられ、通天閣をバックリした構図がおなじみです、うんうん、そう、大阪行ったらな、これ有名、これと、うん、このフグの置物と、あとはほらカニとさ、カニ、ね、エビもあるし、はいはい、グリコがあってっていうのが大阪のイメージですね、うん、象徴的なとこなんですね、なんかもう確かほんと象徴的で、なんか、うん、企業の体力もあるのかなと思ったら、でも それでもこうなっちゃうんだからな、なかなか大変だよな今回の件はな、やっぱりな、飲食店はそう大変ですよね、なんか俺なんてもう知り合いなんてほんと少ないからさ、顔広くないからな、俺は社長知らないしさ、社長の友達知らないし、パーティー行ったりとかしないからさ、はい、俺全然、うん、サロンやってたりしないしさ、サロン、うん、ブログで食べ物紹介するほど顔広くないんだけどさそんな俺でもさ、はいはいはい、やっぱ何人かは知り合いいるじゃない、なんかずっと引っ張られてるお店やってる人なんですね、そんな人たちもさ、やっぱ今回の件でお店辞めることになったんだよとかさ、うんうん、残念だけどちょっと閉店しますとか言わってさ、寂しいよな、うん、そうですね、でも飲食店こんな何ヶ月もですもんね、そりゃきついよな、なかなかな、俺はもうとにかくフグが好きだから、俺フグ好きなんだよ、だからまあフグ好きっていうか、まあ、ポン酢が好きなんだけどはいはい、存じ上げております、ポン酢、とにかくポン酢を世の中に普及させようっていう、もっと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 、アンジャッシュの渡部さんなんてポン酢ダメだって言うんだよ、もっとやっぱり調味料変えていかないとダメだっつって、うんうん、ポン酢っていうのはちょっと酸味が強すぎるから、うん、もっとポン酢に代わる調味料をもっともっと開発していかないと、うん、フグの味な、繊細なフグの味なんてポン酢じゃ消えちゃうんだよ、うんうん、なんて言ってさ、うるせえだよめよなろうっつって、いつも大喧嘩だよあいつ、いつも大喧嘩、大喧嘩、あいつの悪いとこあそこだけだな、いやーそんな、なんか引っかかんだよあいつの悪いとこ、あいつっていうか先輩だけど、ね、先輩、そう、ま、そこじゃないんですけど、はい悪いとこポン酢だけっていうのがどうもまあ、あんまり僕もあれなんですかなんかモニモニっと喋っちゃいますが、はい、うん、でもすすきどう、渡部さんみたいなさ、はい、いろんなお店知ってる人にさ、はい、ちょっとどっか美味しい飯でも食いに行くかって誘われたらどう、いや美味しい店知ってる人予約も取れない店だよ、あそれは行きたいですけど、でも渡部さんのお誘いはお断りしたいですね、なんで先輩だから、先輩だからというか、うん、はいはい、今はお断りしたいです、なんで、奥さんいるから、奥さんいるから
奥さんじゃ別にそういう関係じゃない、別に後輩を連れてってやる、はい、いや奥さんいるのにですからね、今はね、はい、後輩だよ、はい、別にいいんだよね、西織も行っていいし、うん、いや本当に 2,3 日前であれば全然行ってました私今何だよ、はい、携帯とか持ってないですか漁師さんって。もう俺経験楽々本しか使ってないまたそれでか、だからだこいつ知らねえなってずっと思う、なんかだからか、まあ、そんなわけないと思ったよな、何確か3日前4日前だったな、はい、まだな、そうですね、3日前ぐらいだったらなんかもうちょっといろいろあったんですよね、はい、うん、じゃあ行かないんだ、はい、今ジモンさんはどう、ジモンさん、ジモンさんはすげえ、おいおい、ちょっと行こう焼肉、はいはい、ね、ジモンさん、いや、いやです、ジモンさんは焼肉行こう、犬だじゃん、ゴー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 ずっと化け物だよ化け物だよ、確かに犬だ、行こう焼肉だ、歯が多い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 、もう歯しか言ってない、もう歯しか言ってない、何も言ってない。でも美味しい店知ってるからね、ジモンさんは現に。うん、そうそうですよ、ちょっとメール行きましょうかね。ニュースは以上でございますね。はい、ラジオネームチェコの大砲 FM 栃木。うちの西洋さん、不倫相手とキスしていたの車でしたっけ？便所でしたっけ？つさ、車ですよ。車。うちの西洋さんかっこいいんだよね、あの人ね。かっこいい。前はうちの正弘さんとかなんか違う名前だったよね。でも、あ、そうなの、読み間違いが多い方に改名したよね、うん、柔軟だなと思った俺この人。あ、みんなが読む方に、みんながうちの西洋さん西洋さんって言うから西洋さんになってた。ラジオネーム青の火星。渡部篤郎さんが離婚した理由何でしたっけ、渡部篤郎さんが離婚した理由何でしたっけ、これ浮気じゃなかった、これも浮気、あ、も俺そうだったと思うよ、渡部さん、渡部さん、そうだよ、あれだよ、不倫だよ、渡部さん、渡部篤郎さん、ああ、うん、渡部篤郎さんもかっこいいな、渡部さんかっこいいよな、うん、今でもかっこいいですね、ちょっとロマンスぐらいになってきて、うん、でも理香子さんも好きなんだよ、かっこいい、あの人もね、うん、素敵よ、あの人も、うん、綺麗な人ですね、うん、最近お会いしてないけど、そうだよ、渡部さんは、うん、あれだよ、車の中のあれ不倫だよ、便所じゃないよな、え、あ、渡辺さんですか、内野さんが車か、内野さんが車です、はい、いろいろ間違いないで、片岡仁左衛門さんのことも間違えてたしいろいろ、はい、こう情報が多いから分からなくなっちゃうんだよな、うん、いろんなのが入って分かんない、ね、渡辺さんは、え、内野西洋さんが車でキスの不倫で、はい、キスが渡辺さんが便所で不倫だっけいや、あ、そう、場所は出てないか、うん、渡辺篤郎さんは どっちの渡辺さんっていうか、今誰の方話してます、誰の子、渡辺さん渡辺謙さんはニューヨークでなんかちょっと浮気してたっていうんだよな、はい、渡辺謙さんは、まあ、ニューヨーク、うん、ニューヨーク、渡辺謙さん、そうだろ、渡辺さんはだから便所だろ、便所、便所じゃない、そうか、場所が出てないんだよ、渡辺篤郎さんはその 場所は出てないんだよな、はい、浮気してたんじゃないかっていう噂だったっていうか、多分便所じゃないと思いますし、はいはい、まあもういろいろ情報が混じっちゃうから、なんかどうしていくかね、なんか失礼やっちゃいけないからと思って、なんかこう気をつけて喋っちゃうわ、なんかその結果気をつけてますけどラジオネーム愛しい7、はい、FM 群馬、はい、藤木直人さんと渡部さんは同い年らしいですよと、どちらも素敵に年重ねてらっしゃいます、渡部篤郎さん、篤郎さん、藤木直人さんって多分俺らと近かったと思う、渡部篤郎さんだって、もっと上じゃない、そうですね、あ、これ間違えてるね、これだから片岡仁左衛門さんパターンで、これ失礼になっちゃう、仁左衛門さんパターン、仕官さんじゃない、だから中村仕官さんだね、仕官さんが辛いっすね、今度仕官さんはね、仕官、あ、そうだね、だからもう終わったことをぐちぐち言ってもしょうがないから、うんうん、仕官さんのいい情報を言うと、はい、シカンさんはアンガールズ田中の写真を俺が撮ってたら、いい撮り方してあげるよっつってパノラマで撮ってくれる縦のパノラマで長く映るだろうっつって言う中村シカンさんは、ね、優しいところだ、ね、あったかい一面を中村シカンさんはそうやったら、ね、ありがとうございます、いいエピソード、ちょっとお伝えしとかないとなと思います、コーナー行きましょう、街の賢者、はい、
あなたが町の賢者となって世直し、いろんな人にアドバイスを送ってもらいます。お前全然乱れないな、平気だな、うん、咳が出るだけだ。はい、咳が出るだけです、うん、いやまだこんなもんじゃ。そりゃそうだよな。はい、そりゃそうだ、そりゃそうだ。でも非常に楽しいです。あ、よかったじゃん。はい、ラジオネーム三平、なんか酒飲みながら仕事するのってどうなんだろうな。いや、このラジオはいいんだけどさ、うん、普通のテレビとかさ、まだまだ不謹慎っていう感じかな、うん、昔なんか野球のピッチャーとかでもハートの弱い選手なんてちょっとお酒まくっと飲んだりとかさっていうのあったしな、うん、藤原組長なんてテレビの収録の時、ウイスキー飲みながらやってた、あの人隠し持ったウイスキーとか。いやいや、そうっすね、あの釣り人が持ってるようなあるじゃん、ウイスキーで。なんかウイスキーであれも飲んでやってたよ、組長。俺いいと思うけどね。話にならないぐらいになんなきゃいい、ね、そうだよな、リラックスできるんだったら俺いいと思うけど、はい、シチュエーションがバーとか居酒屋はありますもんね、うん、ヨーロッパはあとほらだって昼休憩に飲んでくるじゃない、ワインとか。ああ、素敵な、うん、だから俺そっちの方がいいと思うね。タバコとかももうあれですもんね、うん、この逆行してるけどね、この気切り気タバコ、もっとタバコ吸える場所が増えてほしい、ね、増えてほしいと。異常だよ、異常だよ、世間に物申すね。本当にもうテレビ局も吸えなくなっちゃってんだから。本当にそうだ、楽屋も吸えなくなったから、うん、きついじゃんね、大変だ。ラジオネーム三平、太田プロ芸人の投稿を見るためにこしらえたインスタアカウントで有吉さんの投稿についたいいね欄を覗き見してみたところ、ヒコマロホンモノ HIKOMAROHON モー MONO でヒコマロホンモノという怪しげなユーザーを発見し、そいつのホームページホームに飛んでみたんですが、なんと太田プロ所属の元祖飯食い芸人ヒコマロさん本人でした。彼はアルファベットのユーザー名だけではなく漢字の名前もヒコマロ本物に設定しており、挙句の果てにはプロフィール欄にも彦摩呂です本物ですと書いてやがりました。おい彦摩呂、しつこすぎて逆に怪しくなってんぞ。普通有名人はわざわざ本物ですとか書かねえしな、フォロワーもお前6000人しかいねえから判断しづれんだよ。著名人なんだから青い認証マークされろ。知らねえなら周り教えてやれよ。てかここまで書いてきてふと思ったけど、こいつもしかして渡部じゃねえか。違う飯の仕事続けるためにヒコマルのアカウント乗っ取ってなりすまそうって魂胆だろ。やめとけやめとけお前。誰になりすまし、今のお前じゃ宝石箱は伝わらねえぞ。下関のトラフグみてえにブクブク太って出直してこいって。どっちがどっちだ、全員悪く言うぜ。もう無差別だよ。ついに気づけてない。いけるかな、ラスト。アナナシカラシレンコ、女優水野美紀さんのツイッターによると、自身が出演をしているテレビ東京深夜ドラマ浦安鉄筋家族で家のシーンを取り壊し予定の一軒家を使って撮影していたそうなんですが、撮影を中断し、コロナ騒動で撮影を中断している間にその家は取り壊されなくなってしまったそうです。俺はこの前自販機で間違えて大事にしてたギザ銃を使ってしまい、すげえ後悔したんだけど、そんなのどうでもよくなった、頑張れテレビ東京。大変だな、ロケ現場なくなっちゃったんだもん。どうすんだろう。ということで以上でございます。Stay Night Dreamer Live on air。 さあ、リーシュウキサンデーナイトドリーマー、あっという間に1時間経過というところでございますが、メールも来ております。ラジオに胡椒少々お塩塩塩 FM 滋賀、浮気した芸人見つけました、袴田義彦です。あいつは許せない。許せないって何なんだよ、うん、お前関係ねえだろバカがよ。人の過去掘りくじほじくり返して。嘘だろ。何言ってんの。もう終わって反省してんの、袴田義彦さんは。いや、はい、何芸人じゃないしね。俳優さんですよ、袴田義彦さんは。どっかでや、こういうね、はい、ゲスなことやめてください。マジか。ゲスなこと、ベッキーちゃんだな、あるまいし。あ、すいません、ベッキーちゃん。すいません。ちゃんと言ったよ。すいません。思いついたのって。すいません、なんか、ポロッと出ちゃって。いやいやいや、ポロッと出ちゃう癖があって。直した方がいいです。直した方がいいですよ、その癖。怒ってる途中に、もう、特大のブーメランだな。怒ってる途中に俺が怒られる羽目になって。ポロッと。
ポロッと。ラジオネームポジサイド FM ミエ、すすきさん、はい、一癖ある人が好きだということなら元木大輔さんおすすめです。プレーな、うん、プレークセモノ選手時代にクセモノって呼ばれてただけだし、本当の癖ですね、うん、それは一癖じゃないから元木さん、うん、癖しかないっていうやつ。そんなことねえわ、甲子園のスーパースター。スーパースター。そうです。ということで鈴木さんがもう、結構もう結構つってもまあストロング、まあ、ロング缶一本に、うん、まあ半分ワンカップ半分ぐらい、ワンカップ半分ぐらいですか。そう100ミリリットルな、ちょうどいい。そんな俺、そんな俺初めて見たわ。そんなプラスチックのカップに入ったイチコあんの今。はい、あの競馬やってるおじさんがよく飲んでる。はい。二種類はどういうの飲むの？いや、ちゃんと芋焼酎とか飲むぞ。ちょっとすいません、あのもうお話の途中で。ちょっと今話しかけましたよね。引き続きこの後も聞ける方よろしくお願いいたします。さあ2020年6月14日日曜日、時刻は夜9時を回りました。この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行です。今月のアシスタントマシンガンズ西堀と名古屋鈴木美由紀です。東京半蔵門から生放送でお届けしてますサンデーナイトドリーマーでございますけれども、なんか入れましたかね。あ、そうだ、あれ言っとかなきゃいけないな、はい、なんかあれだな、中野はあれだな、中野新橋とか中野富士見町とか新中野とかいろいろ中野があるな。クソナゴンだよ。クソナゴン、クソポンコツナゴン。クソナゴンって言うのこれ。クソポンコツポンコツナゴン。ひどいだろ扱いが。結構ズバッと言うね。いやクソナゴンなんだよ。なかなかそんな風に言われないよ、30超えたおじさんが。はい。クソナゴンなんだよな。吐き捨てるように、ね、クソナゴン。あとはね、そういうのないの、西寄りはなんかないの、そういうの知ってる、ススキのやつ知ってるだろ。知ってますよ。ある、ちょっとススキがほらネタ尽きた時のためにちょっと、はい、与えといてやってくれ。しかし東京駅はもういろんなとこに行く早い電車でもいっぱいだな。褒めなごいいんだそれは。いいの褒めなごいいの、分かんないな。クソ褒めなご、すごいな。新宿あれをなんかホストクラブで14人もコロナの人、うん、調べたらな、うん、あれ出たっつって、なかなか大変だな、怖い。またやってたらまあちょっとやめなさいよなんていう声出てくるしな、かわいそうにな、うんうん、ホストクラブ行かないのか、ススキは、うん、今は行かないですね。昔ちょっと友達と一緒に行ったぐらいで。あ、そうそう、あれはさ、あ、まあでもなと、楽しい、楽しいよな、それはな。楽しいです。だからそうなんだよな、男と一緒だもんな。初回1000円とかじゃないですか。それがいいんだよな。そうなんですよね、初回1000円で飲み放題なんで、あ、すっごい楽しかった。あれ何飲んでもなの、何飲んでも1000円、いや決まったやつだろ、ウイスキーとか。今日月が1本ボンってなって、そうですね、それで、はい、うわ酒すごいな、うん、酒の匂い、話すたびにイチコの香りがバーンとこう、それでね、それあセクハラだよ。なんでだよ、イチコの香り来たら俺セクハラ、ごめんな。いやちょっと今こんな時だから、はい、ごめんなさい。ほら口押さえて、口押さえ始めて、お前ラジオだぞ。以上にラジオで撮られたやつ、お前ススキが口押さえながらラジオやってたら、お前どこんちか大変だよそんなの。だってイチコ癖だもん、だってイチコ癖って酒癖でいいだろ。いやいやごめんなさい、酒癖だもん。あのさっきの JFL ニュースの大久保さんが、はいはい、あのこのブース入ってきて驚いてる。いやいや驚くでしょ。松方弘樹さん来てんですかね。どんな面白きてんのみたいな顔で驚いてたの、ね、誰が飲んでんだみたいな酒飲みながら。そのけてなのに私。今夜のメールテーマは手の話、はい、手ね、手にまつわる話でございます、はい、お聞きくださいね。有吉弘樹のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。ネットで有吉 JFN と検索すれば大体一番上に出てきます。
しかし西織も久々だな。久々です。まあなかなか会えないから。そうですね。会わなかったですね。何してるの、出してないだろ。滝沢結構見たよ俺テレビで。いや、そう、俺も見ました。あ、ゴミとコロナにまつわる話とかで結構いろんなところで出てるの見たけど、うんうん、お前全然見ないな。お前テレビ出てないだろお前テレビで見ないよな。しかし真っ向から言われると嫌なもんですね分かっているけどこんなあんま言われないですもんね。お前テレビで見ないなって。エンタの再放送とかも出てないの？出てないですね。出てる。エンタの再放送出なくなったらお前終わりだな。あれでしか見れないんだもん。だからエンタ再放送芸人だもん、うん、だから本当に出てないんですよ。だから滝沢は出てますけど、だから我がと一緒に土木作業をしてますよ。そうか、我がもバイト先一緒なんだよな、はい、一緒です、うん、土木作業の現場はさ、あのコロナの騒動あんまり関係ないの？やってらっしゃるね。でもね、トビのおじさんとかもね、普通に建設現場とかも土木作業すらマスクちょっとしないとってみたいな、うん、まあ、そもそも粉塵よけでやってるじゃん、うん、ああでもね、普段は結構もう、あ、そういうことじゃない、粉塵が出ない、うん、そうですね、マスクしながらの肉体労働きついだろ。だってちょっと歩いてても苦しいもん今。これからの季節もうめちゃめちゃですよ。そうだよな、200度ぐらいのアスファルトが効くて、その上でやるわけですから、夏本当にあの蜃気楼みたいになりますからね。みんなそうだよな、目の前、うん、そうか、どうアスファルト溶かしてやるやつ、あれ熱でやってるから熱いんだよな、そらな、熱くないと固まっ形をできないんで、はい、やってますよ。いやだからね、早く開発してほしいよな。だからユニクロさんとかが言ってたけど、ほらエアリズムのマスクとかさ、ああいうの出ないとちょっとな、きついよな。確かに、うんうん、バイトしてるんですか？バイトしてるんですか？いや、それはするだろ。はあ、ちょっと知らなかったね、ショックですね。知らない、知らなかったです。西勝利なんてバイト隊長だよ。バイト隊長なんですか？いや、本職そっちだから、うん、あ、じゃあいいか、本職はそっちだから、うん、本職ではないよ、そっちが。そうか、そうか、そういうイメージか。なんか、なんだかんだ、細々食ってると思ってた？はい。あ、申し訳ないな、なんか、鳥貴族を。この番組ではもう、そうだよ。あれ、めっちゃ切れてるからな、西尾に。申し訳ないな、そっか、バイトしてるんですね。絶対、すすきの方が稼いでるよ。はい、多分そうですね。そうだよ、だから、お前が鳥貴族、おごってもらいましたっけって言ったら、いまだに俺腹立ってるよ。おごったのに。忘れてるっていうの。忘れちゃって。鳥貴族って結構するからな。しねえよ。めっちゃ安いだろ。結構飲みましたから。でも1人3800円ぐらいって、あれ。そう、4人で行って、でも山本さんと私と後輩4人で行きましたけど、うん、ちょっと最初飲み行きたいなって私思ってたんですけど、うんうん、ちょっと巻こうとしてましたもんね、最初の方。そんなトーンで言わないでくれよ。人数をなるべく少なくしたい。そうですね、はい、あ、そういうことなんだなと思っちゃった。その代わり人の金じゃ遠慮なく飲むよ。こいつほど遠慮なく飲むやついないよ。俺さすが回転寿司でぶち切れたんだから俺。回転寿司なんていくら飲んでも知れてるだろ。それにしてもお前、ね、食うし飲むなって俺切れたんだろ。いやいや、お前な、いい加減にしろよ。びっくりしましたよ。あんないの、お前相撲取りがごっつぁんですじゃないんだからお前。人のお金と美味しいんですよ。ちょっとブレイクさせてください。ブレイクお願いします。スデイナイトドリーマーライブオンエア。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer. いや、なんか、なんで今日こういうのが多いんだろう。まあ、俺が言ったからなんだけどさ、ラジオネームギンギンしてんじゃねえよ。元ロッテのサブマリン。渡辺俊介投手はおそらく不倫してません。いや、不倫してないじゃあいいね。不倫してないのが当然なんだから。不倫してない人の情報を言い始めたらもう何億人も話してるんだって話だからさ。確かに聞いたことねえな。ラジオネーム唐沢隆弘 FM コーチ。ペタジーニがオルガ夫人と離婚したのは不倫が原因ですか？違うだろ。年の差じゃねえか。分かってはいたけど。離婚してんの？なんかで聞いた気がするって俺も。あ、ペタジーニ、はい、あんだけ、ラブラブだったのに、ね、そういうもんなんかね、ちょっとですね。あ、そう、はい、
いや高井さんもあんまり、高井さんにあんまり不倫情報聞かない方がいいよ。また片岡二左衛門さんの件もあるから。あ、高井さんのせいになってるんですか。これが知らないよ。キュンキュンでございます。私有吉がキュンキュンするようなメールを募集しております、うん、こう爽やかなさ、うん、入れ替わってるみたいなさ、わかる？そういう感じのやつが欲しいんですけどね。ラジオネーム名探偵ラブレス。パイロットとして宇宙に行った俺、同乗したのは同じくパイロットの池田エライザだ。ロケットは無事宇宙まで飛び、地球を眺めながら二人で話していた。すると火星を目にするや否や、エライザは俺に向かって、Oh, it's Mars. Same your penis. と言ってきた。そして、俺はどういう意味かわからないまま地球に帰還し、その日の夜、寝ている最中に、Mars イコール火星？火星イコール火星法？はっ！布団から出て、星空めがけて走りたい。よかったな。Oh.It's Mars. Same your penis. そこだけ池田エライザが言うとちょっとキュンとするかなっていう。キャップを譲ってね。キャップを譲って。キャップ譲ってよ。ラジオネーム楽しい鹿。背中のニキビに悩んでいる俺。そのことを友人の広瀬アリスに相談すると、広瀬アリスは、じゃあ山田圭一みたいなロン毛やめた方がいいよ。とごもっともな解決案を提供してくれた。しかし俺は広瀬アリスが獣神サンダーライガーとは言わずに山田圭一と言ったことに男の影を感じずにはいられない。彼氏によってプロレス詳しい人ね。キュンとしねえよ。くだらない。ああ山田圭一さんだよね。やだな。いるかな。大丈夫。バーバートラップ。フリマアプリで使用済みパンティーを買った。いい加減してくれよ。マジで私がふざけんなよ。読みたくないわ。こんなの恥ずかしいよ。いや恥ずかしいから聞いてる人も多いだろうに。はいはい、お願いします。いや疑われるじゃん。やだな。ラジオネームバーバートラップ。フリマアプリで使用済みパンティーを買った俺、届いたパンティーを嗅ぐと、それがクラスメートの広瀬すずのものだと分かった。翌日パンティーを指でくるくる回しながら教室へ入る。クラス中の視線がパンティーに集まる中、広瀬すずだけが驚いた顔で俺を見ている。勝利を確信した俺は、このパンティーフリマアプリで買ったんだけどさ、誰のかみんなわかるかな？俺はわかっちゃったのよ、匂いで。なんと、このパンティーの持ち主は、ここまで口にしたとき、パンティーに集まっていた視線が俺に集まり、それが軽蔑の眼差しだと気づいた俺。しまった。ネットでパンティーを買っていることがバレた。取り返しのつかないミスを犯した俺は教室を飛び出し、溢れ出る涙をパンティーで拭きながら家に帰りたい。絶対嫌だ、こんなの読むの。すいません、普段はこんなあのラジオじゃないんですよ。ダメに言ってた。あげときます。あげる、パン、あげるんだ。ついにあのススキが横向いて酒飲み始めたよ。あ、メール読んでるときは邪魔だなと思ったのか。カランコロンが、ああ韓国
缶の飲み方し始めた。そうなんだもん。急に横向いて飲み始めた。かっこいいなって思っただけですよ。ラジオネームこの前ちらっと竹山さんに会った時にさ、俺ズラかぶっていったの。先週のですか。先週の。先週のかわいいカツラね。竹山さんにカツラかぶっていったらさ、わーって言うんだよ。しょうもないな。一言、わーって。そんなしょうもないこいつ、こいつしょうもないわーと思ったらよ、おーかわいいじゃんとかさ。何やってんだよとかさ、うんうんうん、なんかあるじゃん、うん、うわーって言うんだよ。こいつつまんねえわ。すぐ渡部さんに報告してやろうと思って電話して、渡部さんちょっと今から来れるみたいな電話しようと思って、つまんないんだよ。仕事してんのか。いやいや、つまんない。そう、つまんないな、うんうん、ラジオネームマグナム名古屋。ジムでしょんべりしてねえかお前に。しょんべりしてねえかってお前。あー、ビーチコもう一個開けるとこですよ。くそ、そう、それしょんべりの音かなと思った。お前イチコ何本目だよ。2本目。2本目絶対相当飲んだ。この後しよ、この後仕事ないだろ。これないです。あ、よかったよかった。いやいや、待ってもいいけど別に。ラジオネームマグナム名古屋。ジムで筋トレしていると、ムロツヨシが、おい、ハゲ！お前何目指してんの？と言ってきた。何も言い返せずに下を向いていると、戸田エリカが、おい、もじゃもじゃ！ハゲがマッチョ目指す理由もわかんねえのかよ。ワイルドスピードに出るため決まってんだろ！な！と、肩を抱き寄せてきたので、小さくうなずきたい。どこがキュンとする。優しいな戸田エリカちゃん。優しいですね。うん、いいね。ひどいやつだね、ムロツヨシさんって。いや、自分してんじゃないか。独身か、あの人は。独身な、うん、結婚してないかもしれない。してないよな。そうですね、うん、どうだろう。ラジオネーム三平。最新特殊メイクで小沢仁志さんになりすまして V シネマに出演し、共演者の片瀬里乃さんに、仁志ちゃん、しばらく見ないうちに演技の幅が広がったんじゃない、雰囲気に丸みが出てきたわよと絶賛され、照れ隠しにサングラスをクイッとかけ直しながら、んなことはねえっすよ、いつまでたっても俺は半端もんの野良犬ですから、と激渋なセリフを吐き、強めのタバコ3本同時に吸いたい。大変です。インドの赤ちゃんじゃないんだよ。赤ちゃん。インドの赤ちゃん。3本同時か。続いてはね、日記いきましょう。皆さんの日記を覗き見しております。ラジオネーム金箔。サウナでガリガリのおじいさんが入ってきた。めちゃくちゃ怖い。なんでそんなことある。そう、怖いかな。ミイラになっちゃうところかな。心配で怖いんじゃないですか。ひからみちゃって。行くサウナ。ミュー、あ、私行きますね。女性サウナ。女性さんの、そう、はい、ガリガリのおばあちゃん来たら怖っ、ちょっと怖いですね。ちょっと脱水なんじゃねえかなって。そう、心配になっちゃう。女性のさ、サウナさ、はい、今増えてるか。いっぱいある。うん、いっぱいあります。あの、結構スーパー銭湯みたいなところに結構行くんで。そうかそうか、今はそうなんだな。はい、結構行きますけど。サウナってさ、男もさ、しっかりタオル巻く人と全然巻かない人いるけどさ、女の人もそう。女の人ってあんま隠さないってみんな言うんだよな。女の人、チブサは隠さないですね。チブサは隠さない。チブサは隠さない。あ、下の方、はい、下の方はちょろっと隠しますね。その、ちっちゃいタオルちょろっと隠して。ちっちゃいタオルだよな。はい。ほぼ見えない。チブサだけ隠すって説もあるんだよ、女の人って。なんで？こっちの方が大事だから。下はほら一緒じゃん。見えないじゃん、そのパッと見。
毛、まあ、毛の多い、少ないだけで、はい、うん、上だけ隠すけどっていう人が多いけど、結構おばあちゃんとかは結構乳房はもう全く隠さないですね。若い人は乳房隠してるか、まあ、全身、はい、全身を、はい、全身隠してるんですけ ど、ね、やっぱ恥ずかしい、ちょっと恥ずかしい、ちょっと恥ずかしいですね。おばあちゃんとかってその不思議なもんで、うん、温度感覚がちょっと狂ってるじゃないですか。60度ぐらいのお湯すぐ入るじゃないですか。60度、だからサウナとか入ってくるとちょっと心配になっちゃうんですよね。60度ってマジで、でも、うん、野菜が元気になるのが50度だからね。もう60度ってもうあの芋を吹かせるぜ。おばあちゃんって多分ふかしてんのかな。40度でも暑いからね。いや、おばあちゃん60度入りますね。60度か、はい、60度じゃあもう煮込んでんだろうな。ザップンっつって、そうですね、ホクホクだ、ホクホク、芋じゃなくていいじゃない。ほら、本日2回目、これは俺のせいじゃないけど、うん、さっきのメールの、はい、ラジオネーム豚バラパラダイス、ペタジーニは、うん、オルガ夫人と離婚して女子大生と付き合ってるっていう噂はあったそうですが、うん、実際はオルガ夫人と熱々キスをして否定しております。まだ結婚してるそうです。あ、デイリースポーツよりねえ、ほらね、高井さん、そうだろ。すいません、ラジオネームエスロー FM 長野、有吉さん、元ヤクルトペタジーニは奥さんとの不仲仮説は出ますが、まだ離婚には至ってません。ペタジーニ選手への謝罪と訂正お願いします。僕がしますか。ペタジーニ選手、あのなんかいらぬあの間違った情報でどうもすいませんでした。片岡仁左衛門さんに、二大門さん、申し訳ございませんでした。一つ増えてましたけど、謝ったのが。あ、これも来てるわ。ラジオネーム卵かけタイマイ F 見わて。あれだな、ウインナーは、茹でても焼いても美味しいな。そうだけど。街でもねえしな、もう。ウインナー。基本はどこどこの女はっていうやつだっけが多いんだよ。最初はそうだよな。そうですね。一応あの駅名あって、ウィンナーはってなったらもうわけがわかんないから。もううまいけどね。マッキーだよな。そうですね。いやー、豪徳寺の女は納税が好きだなってやつだろ。言ってたもんな、ね。やってましたけど、豪徳寺あの税務署チケット世代が、そうか、北沢税務署があるからな。豪徳寺な、行きたいな、俺豪徳寺好き、豪徳寺行きたい。どこの町好きなの。一番どこ住みたいの。一番ですか。もう最終的に、最終的にはそれ中目とかですかね。お前もう本当普通の女の子だな。中目黒みたいな。お前はね、話してればな、どんどん分かっていくよ。マジで普通の女の子だな。やめてよ。嘘嘘。中目黒。酒飲んでタバコは吸うけど、それ以外は全く普通の女の子。嘘嘘。中目じゃないだろ。中目じゃないだろ。嘘だろ。じゃないですね。はい。どこだ。沖縄でゆっくり過ごしたい。住みたいか。小馬さんぐらいには頑張んなきゃ。ケンコバさんぐらいには。えぐいとこ行ってね。どこ住みたいですか。地獄だね。トラドラ住みたいなぐらいは。踏ん張んないと。中目ですじゃないんだよ。先入ってるからっつって、お前。すごいよかった。どこ住みたい、最終的に。中目です。いやじゃねえんだよ。女の子、いや、知りたいよな、知りたいよ、女の子だよ、女の子、中目か、お花じゃやですねとかさ、なんか、そうそう、住みたい、まあいいですね、あ、おかしい、手の話ね、メールテーマ手の話ですよ、変なメールばっか送ってこないでください。ラジオネーム青の火星、
自分は調理師学校に通ってますが、このご時世なんで手洗いも入念で、指先から肘まで洗うのはもちろんのこと、逆性石鹸をつけて、さらにその上からゴム手袋消毒、かなり厳重です、まあはっきり言って普段からそうしといてくださいって感じですからね。飲食業者はね、特に夏は、ね、作る人はね、食中毒怖いですから、怖い、食中毒で休業になったらかわいそうだよ、曲言ってください。行こう、読めるか、あ、曲ですか、うん、はい、ミレイグラブジエア。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepagewww.jfn.je/dreamer Stay Night Dreamer。 さあ、東京半蔵門から有吉弘行とマシンガンズ西堀と納言鈴木みゆきがお送りしてます。はい、続いては2種類大喜利です。何本開いた、これあとリッターで言うとどれぐらいですか、これそれ何本、200、これ200でしょ、でこれ半分なんで200、300と500か、そうですね、まあ1リットル前手前って感じか、はい、まだまだそんな余裕の口だよ、はい、とても美味しいですよ。3リッターからだから、はい、食前酒3リッターだよな。食前酒3リッター、食前酒3リッター俺とか好きなんで、食前酒3リッターだよ、重いでしょ、うん、食う前に直前ちょっと多いですねって言うけどな、うん、お前人の金で飲むときそんなもんじゃねえぞお前食前酒6リッターぐらい飲んでるからな、話がまた違うじゃないですか、普段飲まねえような酒注文しやがって口に合わねえようなもんばっかり入ってても飲むからな、あいつ腹立つわ、もう吐くんだったらそこでやめてくれよ、吐いてよしまだ行きますねじゃねえんだよ、いい加減にしろよっていう、まだ食えるしまだ飲めるぞじゃないんだ、入っといて美味しく飲んでよ、どうしたのだろうな。2種類大喜利やりますか、はい、パッと思いついた回答としっかり考えた回答、2種類答えを送ってもらっています。今回のお題は9月入学のメリット教えて、9月入学のメリット教えて、どうも実現はしなさそうですけどもね、うん、はい、ラジオネームオザニー、9月入学のメリット教えてください、パッと思いついた答え、紅葉が綺麗確かに、まあ、桜のパターンだな、うん、9月入学のメリット、よく考えた答え、夏に日焼けして黒くなっているからチンコの黒さが目立たない、どういうことコンプレックスなのかな、ちょっと黒くて、コンプレックス、白いよりはいいと思うけど、うん、黒い方が、あ、うん、遊んでそうって言われるの嫌なのかな、嫌じゃないですよ別にね、それね、うん、どっちがいいかな、白の方が女としてはちょっといいかもしれないです、ね、白がいい、白がいい、はい、私は綺麗で、ウエンツと松、あのウエンツウエイジとさ、はい、あの松崎しげるさん、どっちがいい、いやな、いやお前に聞いてねえ、なんでお前が急にチンポチンポチンポ味比べに参加してきてんの、味比べ今ついたでしょ、チンポと味比べそう思ったら賛成しないですウエンツの方がいいよな、そりゃウエンツさんの方がいいですね、そうか、うんそっかじゃねえそっか、大して膨らみもしねえ究極の選択ぐらいの感じで聞いといてさウエンツですかねと、そっかそっか、何にもねえラジオネームシャークカープ、9月入学のメリット、パッと思いついた回答、花粉がないそう確かに、ね、うん、しっかり考えた回答、森山直太朗が新たな卒業ソング「残暑読書」をリリースするあいいじゃない、考えてるな、うん、すぐはどう、西尾里9月入学のメリットは、暑くないいやそれさ普通あの大喜利回答をパッと考えたかどうかでさ、それ9月入学のメリットをさただ言ってるだけだけどさ、笑わせよう
けどパッと言うっていうスピードじゃん。ちょっと面白が欠けてましたね。学のメリットは8月じゃないとかさ、なんかあるじゃん、ちょっと笑わせようっていう。熱くない。それもアンケートで、9月入学のメリット何だと思います。熱くないんじゃないですか。いやいや、もうそっかで言ってください。そっかで。え、大喜利どうなの、鈴木は。一本グランプリとか出たい方。一本グランプリはめっちゃ出たいです。ああそう、はい。得意なんだっけ、予選とか行ってんの。一般グランプリは1回出ましたね。あの一本の前の事前番組やってんな。はい。お前目座ってきたな。酔っ払っちゃって。あ、そう、いいね。やっぱ出たいんだな。出たいです、あれは。昨日か、うん、昨日やってたね。あれ、まあ、おびっくりして、お前バカリズム、うん、また優勝してたの、あいつ、うんうん、すごいな、強いな。そろそろ言ってやろうかなと、はい、お前いつまで出てんだよ。言ってやろうかなと思ったぐらいで、本当に面白いけどな、ずっと面白い、面白いな。うん、誰が好きかな、俺。まあバカリもいいけど、やっぱ秋山とさ、まあケンさんもまあ面白いよね。ケンさんは面白すぎるからな。誰好きなの？俺秋山とね、そうだな、川島くんだな。おー、あと昨日あいつ面白かったな、ミルクボーイ。面白かった、駒場くん。なあ、駒場超面白かったよ。うんうん、面白かった。でもザコシショウもやっぱ面白いですね。ザコシショウ面白いけど、あの人も何でもいいから笑っちゃう。でも、うん、やっぱ川島くんがいいな、俺な。川島くん、まあ、秋山も特殊だもんな。うん、川島とケンコバさんとか好きだろ。ほう、誰が、うん、誰好き。ウエンツと松崎しげる。松崎しげる。いや、チンコ味比べ参加してくるのよ。チンコ味比べっていつ決めたんですか。もう味くちゃくちゃってんだよな。味比べだと。いや、鈴木が飲んでるからさ、うん、普通にこっちも酔っ払ってな話。いや、お、一本グラブに出てる人誰がいいかな。誰いいの。誰かも好きな人いないの、ああいう。お、一本グランプリ出てる人ですか。いや、でもバカリズムさんとか、大悟さん、まあ普通に大悟さん。あ、だよな。はい。だからみんな今特殊能力者が多いからな。そうだよな。だから川島くんっていいじゃん、なんか。生徒。ああ、ストレートですよね。あ、花丸さんとか。あ、花丸さんとかな、はい、そうだな。花丸さんじゃないの、大吉さんだろ。そっちそっち。花丸。そっち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 いいよいいよ。お前上島さんと一緒だから。、うん、将来的にはお前帽子かぶって叩きつけて熱湯に傷つけて熱いって言ってるんだから。いいかよ。熱湯傷つけてあちあち。ラジオネーム、はい、ラジオネーム青色みかん、藍色みかん。9月入学のメリットを教えて、パッと思い浮かんだ回答。入学式が涼しい。だからこいつもだから西堀と一緒なんで、パッと思いついてっつっても笑わせようとしたしてパッとだからな。よく考えた回答。受験生の励まし方がきっと桜咲くよではなく、きっとサンマ焼けるよに変わる。全然じゃねえかよ。素敵だよ。どっちも。あそこで読まれるぐらいの感じで送ってこいよ。松本さんに読まれるぐらいの感じで送るか、こんなの。俺のせいだな。俺のせいだなじゃない。反省が多いよ、本当に。ラジオネームハリケーンミキサブロ。9月入学のメリットを教えて。パッと思いついた回答。卒業式、入学式が寒くない。これはもう西織だよ。西織と呼ぼう。西織と呼ぶのやめてくださいよ。しっかり考えた回答の方ですね。入学してすぐに体育祭があると考えただけで勃起する。そうか。まあまあな。
ラジオネームサイン Z。 9月入学のメリット教えてください。パッと思いついた回答、秋晴れが気持ちいい。ちょっと西堀が増えてきてる。西堀が増えてる。西堀さん、よく考えた回答、うん、3年焼き芋組金木先生のように学園ドラマのタイトルも少し変わる。変わんねえだろ。変わるか。なんで変わるんだよ。3年焼き芋組金木先生だ。考えすぎだよ。ちょっと考えすぎだよ。少しリラックスしろって言ってた。リラックスしろ。Slay Night Dreamer Live on air。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer Sunday Night Dreamer。 次回の2種類大喜利のお題はどうしようかな。一回こういう分かりやすいのにじゃあやらしといてあげようか。童貞男子のあるある教えてください。童貞男子のあるある教えてください。これにします。2種類1本グラップ出てないんだっけ。出てないですね、うん、正統派の方だもんな。正統派でもないですけど出てないですね。出てない、はい、すまん。なんでそんな意地悪するんですか。自分のやだけ出てるわけないでしょ俺。一般グランプリ出てないですよ。出てないですよ。すまん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 。もう二度とやめてください。この話題二度とやめてください。すまん。どうすんだろうなって。いやなんか、はいはい、いや雑魚師匠が好きだっていうから。ああまあまああれなんか悪魔の実食べた方の能力者よりは、うん、悪魔の実食べてない人の方が好きなのよ俺。うん、なんかあんま言い方とかじゃなくて、その悪魔の実を食べた能力者よりも、うん、食べてないなんかこう覇気だけで頑張ってる人好きなんてね。うん、ね、有吉の助け合い。時代が変わっても人間にとって大切なのは相手を思いやる気持ち。助け合いの方法、スキルを学んでおります。ラジオネーム滝川雄一郎。宇宙人が人類を攻めてきた、どう助ける。答え、ユニクロが宇宙人側のスポンサーになり、人類はユニクロの服を全身にまとうことで、じゃあ殺しちゃまずいなぁと思わせる。まあな、病気か。よし。ラジオネームおまっとさんでした。加瀬大衆がメルカリでプレステ17と書かれたプレステ1を買おうとしています。どう助ける。正解。そっとしておく。加瀬大衆。新加瀬大衆でもないしさ。ラジオネーム、古いよ。登場人物が。登場人物、ああ古い。ラジオネーム、チェーンギングファイル。3つのリンゴを4人で平等に分けたい。どう助ける。正解。ミキサーにかけて、ジュースにする。いやそれトンチ本じゃないんだよ。トンチの本じゃないんだよ。トンチの本じゃ、トンチの本、トンチすぎ。あげとくか。10分間水の下にいることはできますかみたいな。コップを頭の上に置いとくんですよみたいな。はい、水の下にいるでしょ。いい、トンチの話。トンチ。二度と送ってくるなよ、トンチの話。くだらねえんだよ。あ、これさっきの病気のやつだ。もう一回、立ち直ってるかちょっと見てみよう。うん、ラジオネーム、滝川雄一郎、うん。サーカスが大火事になり、動物たちが脱走。どう助ける？答え。全裸で水をかぶり、落ちているピアニカを拾い、拙くもショパンを弾きながら少しずつ後ずさる。治ってない。治ってない。治ってない。病気だ。小声で病気だって。ダメだこれ、治ってない。
ってない。ダメだ、こいつ病気だ。ひどい、病気だ。声出さなきゃツッコミになってないよっていう。ささやいてんだもん。ダメだこれ。ラジオネームサイン Z。 ついに追い込まれた藤井聡太七段、どう助ける？答え、王手と言えば勝てると教えてあげる。自分で設問したお題に自分で答えてんだからな。もうちょっとしっかり書いてこいよ。病気か。ちっちゃいんだよな、これ。お前の病気かやめてよ。もっとパーンって言ってほしいよな。病気じゃねえんだからよ。ラジオネームおまっとさんでした。ジャンボ古いんだよな全員。ジャンボ尾崎がしきりに首の後ろの汗を拭っています。どう助ける？正解、襟足をゴムで結んであげる。何言ってんの。古いのよ。いなかった。ラジオネーム三田切城。ピーターアーツが寒そうにしている、どう助ける？答え、寝るシャツに袖をつけてあげる。ナンバージャックのな、あの、うん、ノースリーブのな、うん、チェックのシャツ着て、うん、登場するからな、ピーターアーツな、20世紀最後の暴君と呼ばれたね、 K1 のリングでね、うん、成田空港でお寿司食べるかステーキ食べるかファミレス入るかグズグズ迷ってたピーターアーツな。そんなグズグズ言おうとしたもん、ね、しっかりしろほらっつって。パッと決めろ。パッと決めろよお前。ファミレスだろどうせ。ラジオネームカンパチ太郎。高津のシンカーにキレがなくなりました。どう助けますか？正解、手に大量の松ヤニを塗る。古いの。高津お前監督やってんの。高津のシンカーのキレの話してんだよ。やべえ、俺もうすすきなんてお前20代だぞ。何もわかんない。なあ、何もわかんない。わかんないですよ。また言っちゃうよ、もう。わからないことばっかり言うんですよ、あの人たちっつって。何もわかんないですよ。高津の進化わかんないよな。それはわかんないよな。ラジオネーム、ダイダ俺。花田雄一が作った革靴が、泥だらけの状態になって道に落ちていました。どうする？正解、蹴りながら自宅まで帰って最後に大きく蹴る。ゴミじゃないんだよな。これぐらいにしておきましょう。 Stay Night Dreamer Live On Air。 さあ有吉サンデーナイトドリーマー、そろそろお別れの時間でございます。すすきもぞもぞして正面近いのか、正面行きたいんだろ、正面行きたい、正面行きたい。なんでか教えてやろうか。飲みすぎなんだよ。ここでまさかのここで。 あとまあもう3分ぐらいだから、はいはいはい、大丈夫。女性の方が膀胱が短いって言う。ああ言うね、言いますね、うん、ああ正面行きたい、しょうがない。いや正面行きたいじゃないんだ、限界っぽい。行ってこい正面。いや大丈夫ですよ、我慢します。あ、うん、はい大丈夫です。まあ最悪アイスペールあるから大丈夫、はい、本当最悪だからねそれ。最悪3分は大丈夫です。西尾が飲むから。あーしましたよ、いいのいいのじゃないんだよ。ありがとう。おしっこ飲み比べ参加するんじゃない。好きですね、比べシリーズね。知らんです一個も。尿比べてみました。いやいやない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 、指原の番組なんけ、尿比べてみました。誰の尿比べるんですか。ラジオネーム、ゲルマニウムファンタジー、うん、FM 群馬。いやしかしあれだな、マックのチキンナゲットソースはいつも悩んじゃうな。いやそうだけども、マスタードかバーベキューか、うん、ケチャップか、うん、俺も完全にもうマスタード、うん、マスタード、俺はあれだな、マスタードだな。
でもなんで答え言っただけじゃないですか、それ別にナゴンでも何でもないですよ。俺はマスタードだなって俺はマスタードだなって言っただけですよ。阿部は元気にしてるのか、阿部は。いや、阿部元気ですよ、本当に。阿部元気やってるのか。ラジオの夏クラッカー、西織さん。はい。他人の金で食べるもので何が一番美味しいですか。寿司。それ寿司ですよ。マジ腹立つからな。そんなに腹立ってマジ腹立って。でも美味しいですよ、やっぱり、うん、美味しいですって言いや済むと思ってるからな。なことないですよ。吐いてまで食われたくねえんだよ。お前トイレで吐いてんの知ってんだからな、こっちは。口の周り青吹いてんだから。フードファイターみたいなことしてないですよ。俺は全部ごっくんですよ。全部ごっくん。だからチンポ味比べの話参加してくるなよお前。もうそれ何ですか、チンポ味比べって。ずっと言ってっけど。ラジオネーム内閣低めゴリラ FM 栃木。すすきさん、あいよ、モテギシェフとジェロムレバンナのチンコどちらがいいですか。誰と誰ですか。モテギシェフ。ああ、なるほど、うん、洋食屋の親父と、うん、格闘家 K-1 ファイターの白人のモテギかな。黒い方がいいね。それ日本人の方がいいのか。はい。外国人あんまり好きじゃない。はい、すいません。うちのもレバーの。いや、お前なんでチンコ味比べに参加してる。それなんですか。だからチンコ味比べ、それなんですかって分かんねえか。チンコ味比べだよ。あるんですか、チンコ味比べって。お前今日で最後だ。お前今日で最後。チンコ味比べ。チンコ味比べってなんだよ。来週から開く帰ってきますんで、すいません、失礼します。お邪魔しました。お相手有吉弘行とマシンガンズ二刀両とナゴンススキミユキでした。また来週。はい。